こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日はちょっとメインアカウントでね、僕がこうやってランク上げしてるよっていうね、編成をご紹介したいと思います。はい、僕は裏魔門の守護者、やってますね。裏木工場クリアしてないな。バレた。恥ずかしい。はい。はい、それではパーティー紹介していきます。はい、こんな感じですね。僕は経験値バッジつけて、まあ、ね、もっと火力出る編成でね、サクサク回るっていうね、手段もあるんですけど、はい、僕はもう、一発で、どでかいのが欲しいので、はい、こんな編成にしてます。それでは、ご紹介しましょう。リーダーのサレーネに、聴覚成長つなげし、スキルチェーン4つ、声キラー1つに、メテオチャージクラウス、これはね、アルキオネの武器ですね。アルキオネやったかな。はい。で、サレーネです。サレーネじゃなくて、ファスカですね。ファスカに、聴覚成長、スキルプラス、スキルチェーンマックス。で、このね、ガンダムコラボの、ユニオンフラッグカスタム2の武器つけてますね。はい、これで HP が4倍になるのと、まあ、2ターン内の属性吸収、ダメージ吸収、まあ、キメノア用ですね。キメノアのダメージ吸収用。あとは、副属性を4つにする、闇にすることによって、たまにね、その光が、無効貫通揃えれない時があったりとかするときに、まあ、闇の攻撃に参加できるのと、あと、スキブを単純に2つ燃えたかったからです。神々。はい。そして、これが、光の大魔女、ハローキティですね。サンリオコラボの。で、聴覚性ダンボ。で、スキルチェーンマックスに、ストーリーのサレーネの武器です。はい。はい、こちらが、フーマコタロウですね。フーマコタロウに直接スキルプラス。で、これが吸収無効、隠すダメージ吸収、貫通、潜在ですね。はい。で、武器がね、滞在流と、鍵の勇者の、ラッコみたいな、コなんかカワウソなんかわかんないんですけど、はい、そちらの武器つけております。で、こちらが、はい、サフィーラですね。サフィーラですね。はい。サフィーラにスキルチェーンマックス。モンハンコラボの、忘れました。攻撃力がバカでかいやつですね。はい。で、まあ、L 字をね、補える武器なら、まあ、なんでもいいですね、正直。はい。で、こちらがフレンドとか、スケット枠のサレーネですね。サレーネに聴覚性、超つなぎ消し、スキルチェーン2つ、攻撃ラー2つ。で、これ、暖房を補うために、暖房とスキブを強くするために、ベロアの、ストーリーの武器つけております。はい。それでは、挑戦する。ちょっと、机の上めっちゃ汚い。よしよし。あ、僕、この BGM ね、ウルトラの、ゲットした時にもらえる、何でしたろう。この、裏、未知の新鮮 BGM が好きなんで、これ使ってます。で、最初サレーネ使って、もうこれだけ。よし。で、ここの門松をね、僕は使ってないので、はい。もうパズルは自力ですね、はい。普通に集中力切らしたら負けることはいっぱいあります、ここで。はいはい。こんな感じで、はい。なんかお邪魔もついでに消しちゃいました。はい。ですね、はい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 。おー、これ優しい。優しい。はい。ほい。で、どうしようか。火が多いね。はい。はいはい。はい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 。はい、こんなもんで。はいはい、オッケー。で、こうしてる間にね、コタロウの裏の滞在ルート鍵の勇者の武器が溜まるんで、まあそれをね、2ターンヘイストかけてあげて、で、これで、ディーパーチャーライト、ストーリーのサレーネの武器で、また3ターンさらにヘイストかけることによって、サーフィーラー変身して、で、ファスカも溜まるということで、で、リーダーチェーンをしますね。はい。で、これでもうひたすら無効貫通でございますね。この、ラックの武器のいいとこは、回復力強化ついてるのと、あと、泥鏡目覚めがあるんで、はい、結構火力をね、不足してる分ね、補ってくれるっていうね、はい。で、ここはね、もう、サレーネ使って、ルーレットを全消します。ちょっと待ってね、このタイミング使って、はい、ここの反射神経がね、いつもね、注意なんですけど、はい。
で、ここからね、五右衛門とかループして、五右衛門かサフィーラ使ってっていう感じですね。はい。では今お邪魔多いんで、五右衛門使いましょうか。ここら辺はね、まだ、はい、あー、繋がった。これでも全然いけます。いけません。すいません、適当なこと言って。はい。ここ超繋ぎしようか、もう。超繋ぎしかね、はいはいはい。はい、はい。超繋ぎしか、無効貫通してあげると、まあ簡単に抜けますね、ここは。ほら。ごめんなさい、列じゃ役不足でした。はい、すいません。で、ここで、まあ、五右衛門ですね。五右衛門じゃなくて、小太郎か。僕ずっと小太郎言う。じゃ、五右衛門言ってた。はい。また繋がってるよ。まあ、いけるんで、全然、ここは。はい。マシンタイプの敵にはね、もう全然、小太郎が刺さってくれるんで、はい。まあ、こうすることによって、まあね、全然耐えれるんですけど、まあ、たまたまね、今、サレーネがね、上がってきたんで、サレーネ使うと。これ、光なかったら、全然闇の無効貫通でも全然抜けるんで、はいはい。で、一応回復だけね、しといて。よいしょ。まあ、本当は今更っていう感じなんですけど、ちょっと、ぶっちゃけて言うと、その動画のネタがね、間に合わなかった。準備段階に時間かかって。っていうか今日ちょっとね、めっちゃ、予定がバタバタしてて、はい。はいはいはい。これを、まあね、ネタがない時に、ずっと紹介しようと思っておりました。それを今日使います。はい。どいたどいた、はい。で、こう遅延がね、来る時あるんですけど、まあ、そういう時に、とりあえずね、今はサフィーラ使っといて、はいはい。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 回復はいいですね。はいはいはい。ごめんなさい、今7コンボ吸収、見逃してたんですけど、ここしっかり、ね、気のやつが出てきた時は7コンボ組んでいただけると、スムーズにいけます。別に組まなくても全然いけます。で、この、小太郎が下がってきたときに、誰も使えないときに、この、ハロー、キティちゃん使ってあげて、ヘイストかけて、まあ、帳尻合わせみたいな、スキルチェーン受けたときの、そんな感じですね。まあ、こんな組まんでいいんですけど、はいはい。僕ね、これ喋りながらあんまりやったことがないんで、ちょっとどうなるかわかんないですけど、はい。赤ボール。はいはい。で、木じゃ足りなそうですね。はい。まあ、ここはね、ほんと、もう、どっちも使えるときはね、もう、さじ加減ですね。はい。こんなに消さんでもよかったけどね。よいしょ。はい。まあ、デイトナとかのね、方がね、早いとは思うんですけど、まあまあ僕はこれでいきます。はい。で、こういう時にはですね、1、2、3、4、5。もうね、サレンで使っちゃいます。はい。で、吸収無効洗剤の五右衛門の、副属性の、木が、あ、光が、最後に来るので、もうそれで抜いていくと。で、ここミストルテイン出た時は、もうね、ここでもう、一回ね、誰だっけ、パスカ打っちゃいます。どんな時も全力で楽しもう。で、パスカ打っちゃって、なんでかっていうとね、ちょっと待ってね、これでいいね。そう。あれや、シャンメイが出てきたときに、割と積んじゃうんですよね、消せないを使いたいんで、で、シャンメイが、
出る頃に、ちょうどね、シャンミーが出なかったら使わなければ、ダメージ吸収が溜まるタイミングで、ここで使うとなるので、はい。ちょっとね、何言ってるか分かんなくて申し訳ないです。まあ、解説とかそのしないんで、はい。もう一丁のね、誰だったっけな、もう一丁の、ミストテインじゃない方の時はもうそこでファスカ使っていただければと思います。で、ここはもう超つなぎ消しか、無効貫通で、どうせワンパンできないんですよ。もう火力の限界値が決まってるんで。こんな日池さんでもよかったんですけど、はいはい。まあ、サレーヌね。サレーヌじゃサフィーラか。はいはい。はいはいはい。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 はい、これで。逃げ気必殺でございますね、はい。で、滅びよ。滅びよが来るので、これは気使って、今度別に、超繋ぎ消しでも、マシンタイプいるんで、入ってるんで、相手に。光置いとくか。光置いとこか、言うたやん。はい、はい。はい、うせよ。で、まあ、この子は全然耐えれると。ただね、回復だけね、やってあげると、はい。大丈夫ですね。ほい。こんな感じで。オッケー。よーし、よし。で、この時にね、L 字をね、サフィーラが闇属性で持ってることによって、闇だけでも、L 字が組めると。まあ、正直ね、このターンに、無理して倒す必要ないので、はいはい。これとりあえず軽減張ってね、とりあえず6解除しといて、で、これで、はい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 。どこで組もうか。これ組もうか。で、これで、OK ですね。あ、すいません。OK じゃありませんでした。はい、OK じゃありませんでした。申し訳ないです。まあでも、マシンキラーがあるんで、はいはいはい。はい。はいはいはい。はい。はいはい。で、しっかりね、回復もしてあげて、はい、OK。で、このタイミングであと10ターンぐらいで、サフィーラ。サフィーラじゃん。GN フラッグが溜まるんで、それまでにね、まあ、シャンメ、たどり着くんで、このスピードだと。はい。はい。ここね、アナザージャスティス、ジャスティスが出てきたときは、超繋ぎ消ししてあげたら、はい。もう一発で、ゴエモンの副属性だけで抜いてくれるんで、はい。で、こう、どっちも遅延されてるときは、ハロウィンちゃうわ。サンリオキティちゃん使ってあげて、回復だけね、しっかり。まあいいでしょう。回復だけねっていうか、ダメージ食らってんかった。はい。よしよしよし。はい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 。これはね、1、2、足りるか。はい。はいはいはい。おっと。ここから光いただいて。回復してる時間がございませんでしたが、まあ、次ね、先制がないので、全然大丈夫です。こんだけ HP あれば耐えられます。はい。OK。で、ここで、
あの、だからシャンミが出てきた時は、これでも解除してあげて、その、あの、サフィーラか、ゴエモンで突破できるんで。はいはい。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 ちょっと待ってや。ここで行こうか。よし。オーケー。はい、決めるのはですね、これね、あの、枝豆の覚醒数によっては、その、ここで、花火の状態で、あの、サフィーラ使ってあげたら、ワンパンできるんですけど、あ、これとワンパンできないですね。はい。ワンパンできなくても、この、あの、誰だったっけ？あれか。窓エネルギー食らうとこまではいかないようになってるんで、こういう時はね、もう4つ石してあげて、列で、もう軽く削ってあげるだけ。で、これで、窓エネルギーを、で、パワーブレイクくると。で、このタイミングでサレーヌ使って、サレーヌじゃ、サフィーラ使ってあげて、はい。はいはいはい。はいはい。で、これで、はい、離すと。これで、ボス戦ですね。OK。で、このタイミングで、GN フラッグも溜まると。で、メノア。はい。最初はね、ダメージ吸収来るまでは、全然、このままいっちゃって大丈夫でございますと。これは一応置いとかんでもええか。もう使っちゃうか。サレーネ。サレーネ使って、これもサフィーラ使って、で、もう、花火打っちゃいます。はい。で、ダメージ吸収が来るので、このタイミングで、GM フラッグ打ってあげて、で、これも5円も使ってあげて、で、これ、ハロウィンちゃうわ。サンリオキティちゃん使ってあげて、でもほぼほぼ花火になるので、はい、これで。これで、はい、終わりですね。はい、こんな感じでね、僕は周回しておりますと。はい、ランク上がれよ。ちょっとかっこよかったんけどな。はい。今、おしゃべりベラベラしながら、ね、どんぐらいのクリアタイムか確認しておきましょう。まあ、14分で、経験値が、1億7100万ぐらいですね。1億7000万ぐらいですね。はい。まあ、こんなダンボモリモリ編成。ダンボモリモリ&その、ランクアップ経験値で、こんな感じで周回して、頑張って1100、コツコツ目指して頑張っておりますよ、という動画でございました。はい。メインアカウントもね、早く1100行きたいんですけどね。はい、もうね、僕のフレンドさんの方がね、先に1100行ってらっしゃる方が多くて。はい、僕も頑張らないなと、頑張らないといけないなと思っております。それでは、今回はこの辺、ここぐらいで、まあ、お開きにしたいと思います。はい。見てくださった皆さん、ありがとうございました。まあ、良ければね、概要欄に、活動一覧というところにね、SNS 関連全部僕の詰め込んであるんで、はい、そちらもチェックしてみてください。あと、よろしければ、チャンネル登録、高評価していただける方はしていただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。まあ、何かコメント、質問でも OK です。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。